これ巨人という感じです。じゃあ、今度紹介します。ドラムスのリーダーの吉田達也です。そして、ベースのナスの水。そして、北松木夏樹です。なんか、すごい嬉しいですね。ああいう奇跡さんみたいな、なんか若い女性の方たちが、なんかマグマのカバーとかやって、ああ、いい時代になったなと思います。はい。1曲目にやったのはアイランドの曲でした。じゃあ次の曲はジャンクションです。
2週目となっております。そうなんですよ、今の曲ジャンクションっていうのは2週目の J ですね。昔ジャクソンっていうのが1週目になりました。で次は K、これは昔カレイドスコープという1週目になりまして、2週目はカラコルムという曲です。
ってる曲はいわゆるアルバム未収録曲という曲が多いです。ですから皆さんはすごく幸せだと思います。やはり新物ばっかりですね。すいません、よろしくお願いします。後ろでコルキュ人の曲が入った CD っていうか、まあ、コルキュ人の CD 売ってます。それは古い曲が入ってます。古い曲もすごくいいです。で、次の曲も新作ですね。ダッキーディップという曲です。2回目の絵です。あ、順番なってんだそれは気がつきませんねあ、そうか、そうか、言ってみれば、それメリハリ作った順番で作ってみる。あ、さすが。他の曲はこんなだったらずっと違う。ということです。だからちゃんと順番に作って、前の曲がなんか例えばなんかちょっとボサノバっぽかったから次の曲がハードロックにしようみたいな感じで作ってるということです。なんでメリハリがついてるということです。はい、ラッキーディップということです。We'll be right back.
次の2曲はものすごい一番新しい曲、2曲です、メソポタミアという曲です。
じゃあ次の曲は今日改訂版、これ手順の曲で結構やってから改訂版みたいなのが、今日初演のオーバルムーン改訂版です。これは非常にムーディーな曲なんで、そのうちなんかね、キスイクさんとか踊ってくれたりしたらそれはそれですごいなと。ちょっとじゃあキスイクの皆さんなんかちょっと考えながら聴いてみてください。
なんかこれ巨人の次のやつ決まってないんだっけ？決まってないです。はい、決めます。なんかルートガス、え？ルートガス。ああ、そうか。嘘です。これ巨人ではないんですけども、これ巨人の一種で、これ巨人プラス太田が清美という現カシオペアサードのオルガン奏者の太田が清美さんとこれ巨人で。お互いの曲をやるっていうライブがあります。それはもうちょっとファンシーな感じの、非常にファンシーではない、まあすごく楽しいライブです。フュージョンフュージョンなのかな、フュージョンに近い音楽。これはですね、音楽室 DX っていう高田馬場にあるライブハウスでやります。9月の14とか15とか月曜日です。なんか13、14、15ぐらいのあたりで月曜日っていうのがあったら、その月曜日です。なんかあるか、はい、大丈夫です。じゃあ最後の曲はアイソトープという曲です。We'll be right back.
どうもありがとうございました。